皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ドラゴンクエスト11実況プレイのパート15ですね、やっていきたいと思います。サマディ王国、こちらでですね、僕らなんかファーリス王子という方の誕生日を祝って、何かレースがね催されるようなんですけれども、まあ一応ここの町に来た目的としては命の大樹の枝を入手することなんですが、まあ全然ね話を聞いてもらえず、まあその時ね、フラッとやってきたファーリス王子に、部屋まで来てくれというふうに呼ばれたので、これから、早速行ってみたいと思います。行こう。いましたね。おう、来てくれたか。わざわざ呼び出してすまなかったね。うんうん、思った通りだ。身長も体格もぴったりだし、馬の扱いに長けていそうな顔をしている。どんな顔だ。君たち、虹色の枝を求めてきたんだっけ？残念だけど、あれは国宝でね。旅人にあげられるものではないんだよ。だけど、僕が父上に掛け合えば、きっと虹色の枝を譲ってくれるだろう。その代わり、僕の頼みを聞いてほしい。言われると思ったよ。ここでは誰が話を聞いているかわからない。今、城下町に来ているサーカス伊勢さんのショーを見ながら話をするってのはどうだい？まあいいでしょう。よし、決まりだ。それじゃ夜に城下町にあるサーカステントの前に来てくれ。時間に遅れないように頼むよ。よし、じゃあ夜にサーカスですね。じゃあ HP 全然減ったりしないですけど、宿に行くしかないですね。そういえばあそこ橋があるな。あの上見てねえや。あ、登れる登れる。登れるけど、特に何があるってわけでもねえか。お、いいね。では宿屋で一泊。一泊じゃねえな。一泊したら朝になっちゃう。夜まで休めた。あとお金一応預けとこう。あ、いた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 、分かりやすいよ。まずそのマントしまおうよ。すぐ分かるでしょ。やあ、来たな。約束通りサーカスを見ながら例の話の続きをしようじゃないか。テントに入る準備はいいか。いいよ。よし、いい返事だ。もうサーカスは始まっているようだし、早速中に入ろうじゃないか。怪しいよ。やってるね。さて、
お次は世界を飛び回っては、訪れた街を魅了して去っていく、謎の旅芸人の登場だ。流浪の旅芸人シルビア、摩訶不思議なショーをとくとご覧あれ。お、ナイフ。いきなりナイフジャグリング。キャー、間違えて全部燃えちゃったわ。誰か助けて。お、大切なお客様に怪我などさせません。楽しんでいただけましたでしょうか。やるね。でもあれだ、プレステ4版とは芸風が違うよ。あっちはあっちで見る価値あります。みんなサーカスに夢中のようだな。ではそろそろ本題に入ろうか。これから言うことは口外しないでくれよ。今度騎士たちが乗馬の腕を競うファーリス杯っていうレースが行われるんだ。それに僕も出動するんだけど、一つだけ大きな問題があってね。実は僕、生まれてこの方馬に乗って走ったことがないんだ。これまでは部下の協力もあって父上や国民たちを欺くことができたが、レースに出たらいよいよボロが出てしまう。だけど今回は僕の16歳の誕生日を大切なレース、出場しないわけにもいかず、これまでずっと頭を悩ませてきた。そんな時君が現れたのだ。僕と同じ背格好をしている君がね。君こそ僕の影武者にふさわしい。影武者って言ったってレースにだったら一目でバレるだろう。どうやってごまかすんだ。心配ない。王族は身の安全を優先させるため、鎧と兜を身につける。絶対にバレっこないさ。頼む。一生の願いだ。僕の代わりに僕のふりをしてレースに出場してくれ。頼む。何それ、そんなのずるっこじゃん。鍋、こんな頼みを聞く必要ないわ。あれ、そんなこと言っていいの。虹色の枝が欲しいんじゃなかったっけ。うわ、最低。何とでも言うがいい。手段を選んでる場合じゃないんだ。さあ、僕の代わりに出動してくれるよね。なんかこのズルに加担するってのもね、良くない気もするけども、まあじゃなければ命のようね、大事な枝触れないって言うし、おねか。よかった。そう言ってくれると思ったよ。レースが無事に終わったら、虹色の歌の剣は父上にかけようと約束する。今日は君たちのために宿を取ったから、そこで泊まっていくといい。明日になったら、レースハウスにある王族控室に来てくれ。レースハウスの入り口は城下町の西側だ。迷わないよう気をつけるんだぞ。それじゃ、僕はこの辺で失礼するよ。見られてたぞ。鍋たちはファーリス王子の計らいで城下町の宿で一夜を過ごすことにした。そして夜が明けた。だったらまずあの宿代をよこしてくれ、せめて。おはようございます。昨夜はサーカスを見られたようですね。さぞお楽しみいただけたことでしょう。さて、いよいよファーリス杯が開催されます。城下町もますます賑わってますよ。え、レースハウスの王族控室なら、パドックの西にある建物の立派な部屋ですよ。では、行ってらっしゃいませ。しょうがねえな。あ、てかあれだ。あの、一応先にプレスト4番やってるんですけど、あっちの生まれさ、先にちょっと練習したっていうか、先にね、一回ね、やってみてたので、いいんですけど、こっちの生まれさって感覚一緒でいいのかな？感覚一緒か何も。
プレステ4版の方も全然関わつかんでませんけどね。ちょっと待って、なんかあったりしない？お、スキルの種あるじゃない、ちょっと。スキルの種、これ早速使っちゃおう。でも、1ポイントが手に入んないんでしょ？しけてるね。もうちょっとちょうだいよ。ね、スキル全部割り振るのに、スキルの種で一体何個集めるっつうの？ああ、よかった。鍋さんじゃないか。来てくれなかったらどうしようかと思ってたところだったんだ。感謝するよ。さて、まもなくファーレス杯が始まる。僕の代わりにレースに出場してくれれば、約束通り虹色の枝の剣を父上に掛け合うよ。さあ、レースに出場する準備はいいかい？いいよ。よし、さすがは僕が見込んだ男だ。ではまずサマディ王族の鎧と兜を身につけてもらうぞ。なーに、心配ない。君のせっかくこうたら僕とそっくりになるさ。さあ。鍋は王子から受け取ったサマディ王族の鎧と兜を身につけた。おお、バッチリ似合ってるじゃないか。俺ならまさか別人だとは誰も思わないだろう。さて、そろそろファーレス杯が始まるぞ。パドックの北にあるレース場の入り口に僕の馬の世話係がいる。彼に話しかけて馬に乗せてもらうんだ。レースが終わった後は地下の城の地下にあるレース場へと続く通路で待ち合わせをしよう。そこでまた入れ替わるって流れだ。さあ、君はもうサマディの王子だからな。くれぐれもレースを頼んだぞ。王子にふさわしい走りを期待しているからな。しょうがねえなぁ。どうした？誰のこと？この先。俺の答え。あ、これか。あ、それじゃあ行こうか。本日はお日柄もよく。誰も聞きやしない。せっかく考えたのにね。ファーリス様が来たわよ。違うけど。ファーリス様、キャーかっこいい。すごい歓声じゃない。さすがは騎士の国の王子様ね。あんたも出るんだ。私シルビアっていうの。騎士の一人が怪我しちゃって代わりに参加することになったのよ。王子様だからって手加減はしないわ。正々堂々勝負しましょうね。ごめん、もう正々堂々じゃねえんだ。花から替え玉ですもん。隣の兵士さん、その剣置いたら、その重さは結構重要でしょう。ワイでダッシュね。スキルの種を拾うんだ。あ、ブレーキできる。あ、なるほどね。あ、出遅れた。見えねえ。だいぶこれちょっと回った。しかも取れねえし。これはちょっと1位厳しいか。いやー、ギリだな。ダメか。
優勝はできませんでした。残念。シルビアやるな。ごめん、優勝できなかったわ。でかい人と鍋さん、相当馬名付けに慣れてるな。あそこまで走れるとは思わなかったよ。さあ、変わってくれ。これからみんなの前に出ないといけない。今度は僕が馬に乗る番だ。君のおかげで助かったよ。虹色ネタの件は僕が何とかしよう。それじゃ、また後で。馬乗るの下手だな、本当に。馬のこと信用しないだろう。こうして勇敢な走る見せてファーリス王子は表彰され、サマディ王国中の人々から声援を受けることとなった。ふぅ、ここまで来れば大丈夫だろう。ありがとう、ナベさん。君のおかげで面目を保てたよ。早速、虹色の枝のことだが。おい、なんか来た。死の国のお坊ちゃん、さっきの走りやるじゃない。あたし感動しちゃったわ。ああ。バレちゃったかな？何よ、がっかりだわ。せっかくいいレースができたと思ってたのに、入れ替わってズルしてたのね。なんだよ、あなたに何がわかるんだ。王子が前に乗れないなんてバレたら、国民たちの期待を裏切ることになるんだぞ。全員が嫌な気持ちにならないためにこうしてるだけだ。これで全てが丸く収まるんだから問題ないだろう。お前ももうちょっと努力しろよ。そうかしら。勝てない勝負でも正々堂々と戦うのが騎士道ってものではなくて。黙れ、僕はこの国の王子だぞ。流れの旅芸人が王子である僕に騎士道を語るんじゃない。やかましいわ、騎士道のかけらもねえだろ。王子様失礼します。隠れてろってか。しょうがねえな。入れ。国王様がお呼びでございます。ファーリス様の勇敢な走りに大変心を打たれたご様子です。ああ、わかった、すぐに行くよ。ナベさん、君には世話になった。虹色の枝の件は僕が何とかするから、後で玉座の間に来てくれ。あなた、ナベちゃんっていうのね。あなたの走りとってもしびれたわ。またどこかで会ったらよろしくね。ファーリス王子の影武者、やめてくれよ。よっしゃ、そしたら王子のとこに向かいますか。あ、うまいことやってくれっていいんだけどね。あまり期待はせずに行きましょう。ありがたきお言葉。今後もこのファーリス騎手として精進いたします。なあ、俺だな。来たか。父上、実はお願いがあります。あちらの旅の方の頼みを聞いてはくださいませんか。ほう、人助けとはさすが我が息子、騎士道をよく心得ているな。なんだ、言ってみろ。はい、そのお願いというのは、あちらの旅の方に虹色の…おっと、王様、大変です。サソリの化け物です。バクラバ砂丘にまたあのサソリが現れました。巡回中の兵士が怪我をした模様です。えい、あの砂漠の殺し屋か。毎年この時期になると決まって現れるな。自国の平和を守るのが騎士の務め。二度と現れぬようよりすぐりの騎士を派遣し、今度こそ息の根を止めてくれるわ。ん？待てよ。そうだ、我が息子に魔物を捕らえさせよう。騎士として成長した前ならば、今回の任務もきっとこなせるであろう。歴戦の騎士を次々と亡き者にしてきた
あの魔物を私がですか。私ではかま、叶いませんよ。実力者ほど謙遜するものだ。それに戦いを前にして武者震いも止まるのと見た。頼もしい限りだな。持ち上げすぎでしょ、だいぶ。よし、ファーリスよ、行け。砂漠の殺しは見事捉えてまいれ。はい、承知しました。準備のため一度自室に戻ります。それでは。絶対後でこうやって言うよ。今言うよ、絶対言うよ。すまない、虹色の枝の話は後だ。話があるから後で僕の部屋に来てくれ。また替え玉か。ね、あんなんでよくね、その旅芸人シルビアにさ、指導を語るな、なんてよく言えたもんだわ。マジかー。頼む、一生のお願いだ。魔物を捕まえるのに協力してくれ。お前、騎士の国の王子だろ。少しは自分の力で何とかしろよ。それがダメなんだ。今まで訓練のくの字もやったことがなく、実践は全部部下に任せていたんだよ。一人息子の僕は幼い頃から過保護に育てられ、父上と母上からどんな小さなことでも褒められてきたんだ。僕は両親や民衆の期待を裏切らぬよう、できないことでもさもできるかのようにやり過ごしてきた。だが努力しなさいよ。そうこうしているうちに僕の評価は実力に見合わぬほど高くなってね。いつの間にか後戻りできなくなっていたんだ。でも今回ばかりはとてもごまかせない。あのサソリを捕らえるなんて僕には無理だ。だから力を貸してくれ、頼む。しょうがねえ。ありがとう。君たちはこの国の救世主だ。魔物を捕まえることができたら、今度こそ虹色の枝の剣は父上にかけようと約束しよう。それじゃ、縄文の前で待ってるからな。準備ができたら君たちも来てくれよ。ほんと情けない王子ね。この国の将来が心配だわ。お姉様、あまり悪く言うのもいけませんわ。きっと王子としての重圧があの方を苦しめているのでしょう。いい味方するな、セーニャは。はい、そうすると、今回はここまでにしておこうかなと思います。砂漠の方で、殺し屋、砂漠の殺し屋というのですが、暴れているみたいですけれども、この件についてはまた次回解決をしていきましょう。まあ、騎士の国に生まれながら、騎士としての訓練や努力を一度もしたことがない、ちょっと情けない王子様、ファーリス。いつの日かね、ちゃんとこう、騎士道に目覚めてくれると嬉しいんですけれども、なかなかうまくいきそうにないかなっていう感じですかね。猫ちゃん。はい、ではドラゴンクエスト11実況プレイのパート15、最後までご視聴いただけありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てきれな。